A の状態、ね、マイナス状態を B の状態、プラス状態に変えていける。今回はコミュ力が高い人はこんな力があるということでお話ししていこうと思います。で、これですね、まあ、実は僕のメルマガの方で話した内容なんですけど、そちらではワンピースのルフィを題材にして話したんですよ。でもまあルフィを題材にして話したんで、まあ、今回 YouTube の方では、まあ、ドラゴンボールの、悟空について話していきたいと思います。悟空ね、孫悟空ですよ。で、まあね、そのどちらもジャンプの王道系漫画なんで、まあそんなに何て変わらないんですけど、まあね、その悟空ってどういうイメージがあるかですよね。悟空ってどういうイメージがあるかなんですけど、これ、まあ、僕の偏見というか、なんかそういうイメージかもしれないんですけど、悟空って人気者です。僕ドラゴンボールめっちゃ好きだったんで、そのめちゃくちゃ見てたんですよ。まあ GT ぐらいまでしか見てないんですけど、あの新しいやつ全く見てないんですけどね。まあこの悟空イコールまあ人気者だっていうことはもうある程度の人はね知ってると思うんですよ。結構国民的アニメですから、ここは分かってると思うんですけど、いやなぜ悟空って人気なのかなっていうところですよ。で、悟空がなぜ人気なのかなっていうところにこのコミュ力が高い人っていうね、まあ、この秘密が隠されているわけなんですよね。だから悟空とかもね、そういう目で見てるとめちゃくちゃ勉強になりますが、コミュニケーションのね。で、まあ悟空を見ていると、これ確かね、あのドラゴンボール Z のアニメ版にしかないんですけど、アニメ版で魔人ブーを倒した後にね、なんかこうちょっとアニメならではのね、ゆるふわな普段の光景みたいな、そういった話が何話かあるんですよ。その最後に天界寺武道館に出場する前の何話、3話分ぐらいでちょっとね、ほんわかした内容があるんですけど、まあ、そこで、あの、悟空が、のことがみんな大好きみたいな、そういった話があるんですよ。だからもうみんなが悟空の周りに集まるよみたいな。ここに、みんなが集まると。こういうことを、言われている話があるんですよね。で、まあこれね、みんなが集まるってどういうことなんだろうっていうところなんですよ。みんなが集まる、そういった人、人気者、好かれる人、そういうところにみんなが集まりますよね。なんか明るい街灯に、こう、まあ、ね、虫が集まっていくみたいな、そういうイメージですよね。まあ、あんまり良くないイメージですけど、まあ、そんな感じでみんな集まるんですよ。そういうエネルギーがあるところに。じゃ例えば、石があって、この石を布団の上にポンと落とすと、ここがこう、キュッてこう密集するじゃないですか。布団がこう、こうなりますよね。これっていうのは、ここの、あの、物質の、あの、密度っていうものが上がって、そこにこう、ぐーっとこう、入っていくからなんですよ。他の部分がね。こういうイメージですよね。エネルギーっていうのは。だから、あの、人のエネルギーがぐっとあるところに、周りがこう、キューッとこう集まってくるんですよって。エネルギーがあるところに集まってくるんだよっていうことを、まあ、言ってるんですけども、そのみんなが、ね、集まる。ね、何に惹かれてみんな集まってきてるんだろうなっていうところなんですけど、このみんなが、あの、集まってきている、あの、理由ですよね。これは、以前何回も、話していることなんですけども、これね、移動力なんですよ。移動力、この、移動力っていうものがあるから、この移動力っていうものがあるから人は人気者になるというか好かれていくんですよね。なのでこの移動力っていうもの、人を、例えば、前に話した内容で言うと、A から B への移動です。A から B への移動。だから、A だった気分を B に変えることができるっていうね、そういったことをできる人のところにみんなが集まります。こういう人がコミュニケーション能力の高い人です。だから、悲しいっていう思いを悟空にやったら明るくなるよ。それとか、勇気が出ない。でも悟空にやったら勇気が出るよ。ね。こういうふうに A の状態、ね、マイナス状態を B の状態、プラス状態に変えていける。こういう人のところに人って集まっていくんですよ。で、これをまあ影響力って言ったりしますよね。でも、なんか影響力とかそういう言い方をしちゃうと、いやでも自分ってそういうキャラじゃないんだよ。悟空みたいに人を笑顔にできないし、なんかみんなが集まってくるようなそういうキャラじゃないんだよって、あの、思っちゃうかもしれないんですけど、それは大きな誤解で、その、コミュニケーション能力が高いっていうのは別になんかこう明るいとかね、明るいとか、なんか勇気を与えれるとか、それだけじゃないんですよ、価値ってね。
なんか王道だから、王道漫画とかでよくこういう人に集まるみたいな感じで書かれてるから、これが大事なんじゃない、これがないと絶対ダメなんじゃないかとかね、明るさと勇気ね、あと素敵な笑顔がないとダメなんじゃないかとか、ね、そういう風に思ってしまいがちなんですけども、まあ確かに大事ですよ。こういうのっていうのは全てね、自分の感情を明るくしてくれる、あの勇気、そのプラスにしていってくれるっていうことでね、感情をプラスにしてくれるから、こういったものがあるのはもちろんいいことなんですけども、別にそれだけじゃないですよね、プラスの感情っていうのは。で、例えばあなたといると落ち着くよって、これもプラスですね。あなたといると癒されるよ、これもプラスですよね。まあ、ちょっと癒すっていう感じわかんないんで、ひらがなで書きましたけど。まあこういう感じで、こう、感情が、とにかくね、感情が、プラス。感情がプラスに動くと、人っていうのはその人に好意を持つんですよ。好意を持つ。こういうプラスの感情の、あの移動っていうものが起こることによって、自分の中の、自分の中のじゃないですね、相手の中 の、 あの信頼残高っていうものが上がっていくんですよ。自分の信頼残高が上がっていく。だから、あ、この人といると落ち着くよ、この人といると癒されるよ、この人といるとなんか冷静になれるよみたいな、そういう感じで、この人といると何かプラスなことが起こるぞっていう風な信頼が溜まっていきます。すると、あのこの人に頼もう、いざという時にあの人にお願いしようとかっていう風な、あの信頼に変わっていくんですね。で、こういう信頼を持ってる人がやっぱコミュ力が高いと思うんですよ。悟空の場合は、愛してると明るくなれる、愛してると勇気が生まれると、愛してると笑顔になれると、だからみんな集まるっていう感じだから、悟空はこの3つを持ってるっていうだけであって、あなたにはあなたの信頼の形ってものがあります。あなたにしかできない A から B への移動があります。なので、こう考えるときっていうのは、自分は明るさでもないな、勇気でもないな、笑顔でもない。でも笑顔を意識できるの。他には、自分とると相手に何与えれるだろう。あ、話を聞いてあげて落ち着かせることはできるかもな。相手の話を聞いて肯定してあげて勇気ぐらいと与えれるかもな。っていうふうに、自分のできることっていうものを、あの考えてみてください。それを考えると、自分が何が、相手に与えられるのかと。いうことが分かってきて、自分の与えられるものが分かるから、それをしっかりと与えることができて、最終的にはコミュ力が上がっていくよと。コミュ力が高い人っていうのは移動力がある人なんだよっていうことをね、ぜひ覚えておいてもらえたらなと思います。まあ、ちょっと少し長くなっちゃったんですけど、結構大事な部分なので、これ覚えておいてもらえたらなと思います。で、毎日こんな感じで動画もアップしててるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。